前回のカズクラ、数年にわたってカズクラの場所で、そうなんです、鉄不足、ずっと鉄の不足に悩まされていて、ホッパーすらも満足に作れない、そんなことで、そうです、鉄無限です。大昔屋さんがめちゃめちゃこれ鉄の元をね渡してくれるんよ。これを大量に開けば、うわすげえ、大量の防具屋さんを置いてみることで、なんと、あれ、これゴーレムトラップ超えたんじゃね。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。もう鉄いっぱいよ。もう鉄がね、取れて取れて、もううちの名産品、これ鉄になるんじゃねえのかなって感じてるところ。いくよ。まぁ、ちょっとその前にね、準備運動もいろいろ必要なんだけど、あー、うまか、うまか、うめえな。経験値が止まんねえ、経験値が止まんねえよ。すげえ、確かにこれレベルアップするな、これ。はい、攻撃終わった。次こっち、こう押しながら、ちょっと待ってね、じゃ他のもちょっと一旦預けながら効率的に行こう。攻撃に全振りでいくで。こうしたら2回分いけるんじゃない。あ、いけるわ、すごい効率的。おい、はぁ、おい、大丈夫だと思えろ。ふざけんなし、呪物してないな。ふざけんなし、今のなんてことすんだ。こういう時のために、ちょっと待って、ドリンク作るか。ちょっと待っててくれな、村人さん。立ってるのもやっとだろ、多分。ちょっと待っててくれ。ほら、ネザーウォートってどこにあったっけ。あれ、ダイレクトきらめくやったっけ。あれ、忘れちった。どうやってあれ作るやったっけな。どうやろどうやろ、ありふれたポーションになった。これはよくわからん。はい、あれ植えてたっけ、この上のどっかで。あれあれ、あった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 、ネザーモード。よし、ちょっとこの間にちょっと攻撃、まあんなもんか。オーケー回復、オーケー回復。お前たち辛かったよな、今の爆発。しっかりと。おーし、よし。多分今で回復できたはずや、お前らな。すまんな。辛い思いさせてな、お前ら。はい、攻撃させんかい。まあ、また、将来的にやろう、今度。うわ。うわ、たまらんぜよ。うわうわうわ。たまらんぜよ。お金持ちやで、これで。いや、ここ最近こんなに持ったことないからね、鉄。いや、ちょっとこれ激アツすぎでしょ、これ。いや、本当に鉄無限装置ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます、本当に。あとはちょっとね、木炭入れるのが結構大変だから、これ結構大変だから、ここだけちょっとなんとかしたいよねって。うん、まあそれも将来的にね、なんかしていきたいなと思います。お、リスト貯めんなよ、貯めんなよ。はい、で本日皆さんメッセージありがとうございます。おー、新規勢でございますね。昨年の10月から見始めましたと。よろしくお願いします、頑張ってください。大村さん、ありがとうございますね。うちの方のチャンネルね、もうほんと、うちもなんですけど、視聴者さんも優しいからね、新規に対してもね、マウント取ってこない、優しい、ありがとうございます。本当にね、死ね殺すなんて言ってこないから、うちの視聴者は。なんで俺言われたんだよ、死ね殺すって。なんでだよ、メイン見てくれた人知ってると思うけど、なんで俺は言われるんだよ、死ね殺すって。凶悪だぞお前、警察沙汰になるぞ。ということで気をつけてください、警察沙汰には今回してないので。ん、なんだこれ、頭の上にカズ君へ渡したいものがあります、ここで待ってます。なんだよこれ、430、63、270、メモとくか。430の、なんだろうこれ、ドッキリ？散歩がてら行ってみる？うな、ちょっと行ってみますか、本日はそちらの方に。いや、マグさんのもこれすげえからな。うーわうわうわ、ほんとに、ちょっと まずここきれいにしろ、整理整頓。いや、でも鉄すげえ、久々にこんな増えたで。火薬もすごい溜まってきた。こんなんでいいか、これもきれいにして、あいつついていこうかな、近いし。千代飴ちゃん、はい、行くべ行くべ。念のためベッドもね。あ、いててててててて、
さあ参ろう。方角的に言うとどっちなんだこれ。あ、こっちか。いや行かねえよなー、なかなか。パコンパコンパコン、こうするとほら進めてしまうんである。あれ、馬で行ったのいいけどさ、これ呼吸大変じゃない毎回。あ、呼吸できる呼吸できる呼吸できる。ヒーヒーヒー。はー、あれかな、なんかあるよね、アッコイン。これ村じゃないよね。どちらか一つを選んでね。待って、座標は436-269。これだ。あ、これだわ。なんやろなんやろなんやろ、怖い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 。カズくんって、カズくんっていうの、カズくんはね、カズちゃん、あ、カズくん、いや、うちのガチおじさんぐらいだぞ言うの。母ちゃんも言わんか、カズやで。え、なんやろなんやろなんやろ、誰誰よこれ。どちらか一つ集中して選ぼう。これ怖い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 。すいや、カズくら。よく寝た。行くか、どちらか一つ。え、本命チョコかネザライトインゴット5つ。くっ、これない、トンチみたいなの。いや5つうまいけど、本命チョコってのがさ、え、これどう思うよどう思うよ。おい、ちょっと考えました。これ、まあ、こっちは普通にシンプルネザライインゴット5つ。ただこの本命チョコというからには、もう全てエンチャントとか住んでるなんか防具類が入ってるんじゃないのかと。フルセットしかも決めた。オラ決めました。本命チョコいただきますわ、これ。こちらいただきます。いやっほほほほ、あ、ちゃんとなってんだね、ちゃんとなってんだね、これ。カズくんへって、マグくん。いやー、すいません、これもう消去法で分かったね、これ。やっぱ天才、天才だなー。いやー、これ、もうネタの提供から本当に、ありがとうございます。菊池さん、ありがとうございます。もう、いただきました、これ。これ、いただきました、本当、すいません。もう大切に使わせていただきます、これ。で、ちょっと島に戻って、島に。あー、しゃ、ただいま。よいしょ。ちょ、早速使わせていただきますかね。何に使おうかな。普通で行かせてもらうか、靴で。おしゃれは足元から言うからね。来た来た。これで行きます。ジャキーン！ありがとうございます。ちょっと施されたら施し返すだからな。ちょっと施し返してこようか。ちょっと今のオラの財産でいけんかな。めっちゃ鉄できたよね。このすごい量の鉄をこうします。横ホルム作ります。ホッパー24個分と、どうだろうどうだろう。これでちょっと今日はね、もう濃いからね。濃すぎ注意報なってます。濃すぎ注意報が。はい、では上の世界。あー、通行なんか溜まってってんだけど、この通行回収してんのかこれちゃんと。あー、この前の地獄の、うわ、使用量入れもちゃんと来てる来てる。マジかよ。だね。はあ、いや、待て待て、焼くんだったらいらんな、こんなに。待て、うちすげえバカなことしてる。待て、こうしてさ、待て待て待て、こうしてさ、あれ、あれ、ヨコロは、オラのヨコロ1個なくなったね。なくなったね。どこ行った？あ、上にちょろんって乗ってる。オッケー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 。おお、なるほど。えい、完璧じゃないこれ。おお、これまたいいのができるぜ。これまたいいのが、どこまで来て詰まってんだろう今。他のみんなも使ってるってなると、ちょこちょこね、溜まってると思うんだ、これ。え、どんだけ？ここまで溜まってんな。っていうことは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17個。
何本分これ。うわ、今こんだけでも1000本分だって。1000本分、1000本分の剣がここで焼かれて、要は1000個分のインゴットが溜まってるってわけよこれ。うわすげえ、この装置作ったのすげえっす。ただ途中の回路のやつ全部いらんから回収しようこれもっと装置コンパクトにしよう。1000本分だわ。こっちはやっぱめっちゃ溜まってるじゃんここ今。やっぱすげえすげえ溜まってるわ。なちょっと待って、まここ綺麗にするわ。経験値はすごい重くなる原因になるんでね、経験値も吸い取って、はい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 、吸収するよ。はい、吸うよ吸うよ。重い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 。経験値がすごい。この装置いつ途切れるんだ、この装置の経験値は。あー、やっと吸い切れたやっと吸い切れた。あー、私ここでピヨーンピヨーン。うわー、何回やってもビビるぜこれは。ちなみにあれ詰まってるんかい弾に詰まってるって不具合あるなー。もっと上の仕分け装置きれいにしないとあかんわ。あ、こっちのやつも、うわなんかいっぱい出ちゃってない、あの牛。この手土産も、わーお、そんな溜まってなかったわ。むしろ詰まっちゃってる感じがあるな。仕分け頑張ろう。あーし、今度 OK。 カズクラ。さて、なんかいろいろできてんな。お礼の品をね。なんかメカニカルだな、なんかこの島。自然豊かではねえな、この島。怖い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 、ここの島怖いよ。なんなんだあれ。はい、ホワイトデーお返しということで、はい。うわ、めっちゃだぜ。うちの特産品よ、これ。うちの特産品。こんな綺麗な、このブロックにしようか。あと、特産品をね、うちの島の特産品をこれ、あげて。あーっけ、こんでいいでしょう、特産品も。いやー、頑張ったんじゃない今回。いい収録ができたぜ。はい、というわけで、いやー、まさかのサプライズでございましたね。靴に変換されました、インゴットの方はね。いやー、よきよき。負けてらんねえなーこれ。周りがいろいろ発展してってるから負けることできないなこれ。ちょっとこら頑張る。なんか3つになってる。危ないな、あれ。あら、危ないよね、これ。よろしくないね。オランが救出してあげる。こんでどうや。あっぺっ、今こん中入ったら危なかった。うわー、なんかいっぱい入ってる。まさかこれ吊り橋効果を狙ってるんじゃないかお前ら。吊り橋効果でドキドキさせて付き合えるみたいな。みんな効果あるからな、それ。吊り橋効果ってなんか恐怖体験だから、なんだろう、お化け屋敷とか効果あるんじゃねえのかなって。うん、モテなかったけど俺は。うん、なんかそういうテクニックだけはいろいろ聞いたことはあるんだ、試せてないだけで。もしなんか気になる人いたら吊り橋効果みんな頑張ってみてくれ。たまりすぎやろこれ、たまりすぎやろ。何体いるんやお前らは。一体何体いるんや。20体ぐらいはいるやろこれ。はい、まあというわけで本日はこんなところで、終わりたいなと思います。またこれからね、発展目指して頑張りますので。いや、なんかまた音楽会のことしてえな。何をするといいんだろう。水抜き楽しいんやけどな。作業量が半端ねえからな、作業量がよどうすればいいんだろう。半端ねえんだよな作業量が。まあというわけで本日はこんなところで、また皆さんお会いいたしましょう。バイバーイ。